ここまで出来上がると磨きに入ります。ペーパーを使い、上下左右枠の外側すべてに磨きをかけ、角の面取りを行います。磨きの後は星目入れです。この時上開き下開きが規定の幅になるよう考慮しながら中山をまっすぐにします。次に星目と呼ばれる定位点を入れる穴を開けますが、これは中山と軸との固定を兼ねるため注意しなければなりません。中割りセルロイドの真ん中で、なおかつ軸の中心に穴が来なければならないのです。こうして開いた穴に黒いセルロイド線を打ち込み、余分なものを切り取って表面を平らに仕上げ、星目入れは完了します。大小すべての部品を組み立てたそろばんは、外側の面すべてに入念な磨きをかけて仕上げていきます。最初にサンドペーパーですが、目の粗いものから細かいものへと順に磨きます。四隅の角、上刃、下刃の角線がはっきりするよう巻き芯に巻いて行います。次に特砂無垢の刃の順に磨き上げますが、この両方とも熱い湯に浸し柔らかく戻したものを使います。磨き上げられたそろばんは、刷毛を入念にかけ、磨き粉やほこりを払い、木蝋をすり込んで丁寧に拭き上げて完成です。完成したそろばんは、ここでもう一度入念な検査を受けます。職人によって検査の順序は異なりますが、各部分の傷や曲がり、ねじれ、反りの有無や磨き具合などの検査と同時に、玉の安定度や運転具合が調べられるのです。ここで合格したそろばんだけが製品として認められます。運修そろばんには職人の名が一丁一丁に刻み込まれています。それは一人一人の職人が自分の作ったそろばんに
誇りと責任を持っていることの証に他なりません。こうして一朝一朝丹念に精魂込めて作られる運修そろばん、キリ、カンナ、ノコまでが一つ一つ工夫を凝らした手作りの道具です。そしてその技術と技法も職人それぞれの試行錯誤の上に培われてきました。材料を吟味し、構造は極めて確実に、機能性に全てをかけて作られるソロパン、そこには実用の美しさ、手作りの価値があります。そして職人たちの心意気が感じられます。長い年月を経て今の運修そろばんは育ってきました。その創世期の頃と異なり、現在は機械化された作業もあります。しかしそろばんにかける職人たちの情熱は変わりません。先人たちの苦労の歴史とともに、日本の伝統文化の一つとなった運修そろばん、私たちは私たちの次の世代にこの伝統技術と技法を伝え残しておかねばなりません。